ぱわしが思うのはいろんな人の写真を見ることだと思うんだ。で、しかも自分が撮りたい被写体じゃなくても他の人が撮ったもういろんな、テーマとかジャンルの写真を見て、そこで自分にはない何かをこう感じてもらって、それを、自分の写真に生かすというかフィードバックする、そういう、ね、作業が、ね、必要だと思うよね。やっぱりこう自分にない感性とかをこう学んだ方が、自分の写真もより伸びると思いますね。今まで、写真が撮れないとか写真のこと詳しくない、機材に詳しくないっていう人が、わしがこういうふうにした方がいいよっていうふうに、指南した写真が撮れるようになった時、そういうのはねやっぱりこう講師冥利にね尽きると思うんじゃ。わしにとって写真とは心じゃけ。やっぱりね、写真っていうとどうしてもみんなこう機材に頼りがちなんだけど、写真ってね機材は関係ない思うよね。わしは、やっぱりその人がどう思うか、それをどういうふうに表現するか。昔わしの師匠が言っとったんだけど、写真は自分を表現する鏡じゃと。わしもねほんまその通りだと思うよ。やっぱり写真をこう学んで上手くなりたい思ったらね、やっぱり自分の心を磨いていかんとダメじゃ思うよ。わしはそういう授業を目指してます。